皆さんこんばんは、はじめまして、ウリタと申します。
花びらに夢を乗せて暗がりの公園はぽつぽつと明かりを灯す今もあいつは木の下で初のジョニーデップありがとうございます。2021年月あと明日しか月8駅の舞う夜までに君に空回りしてた青い日々天地の羽降る夜薄漏れてしまえばいい
ハッピーバースデー。なかなか言えない、ネットでもね、あんまりこう言えないので、すごく見させていただいてます。今日リアルで一言言えてよかったと思います。はい、それではマー君とちょっと歌ってみようかなと思ってますので、せっかくなので急にすごいめっちゃマッハで振ってしまいましたけど、僕今日ね、今日は冬ですけども、春の歌で桜という曲がございまして、マー君がとても慕ってくれた曲です。僕も歌いながら、その時のこととか思い出して、頑張って歌っていかんとなと思ってます。おかげさまで、力添えになってます。その曲をちょっと今日は本当ね、行き当たりばったりっていうか、もう本当ジャストなので、プランニングしました。そうですね、2005年ぐらいですかね、初めて、そこは新宿マーズっていうライブハウスだったんですけど、その時僕が、ドリンクカウンターでこうナンパをするっていう係で社長の松田英二っていうのがそれで、まあ、ウリタさんが出演するってなってもう大騒ぎになるんですよね。ありがとうございます。それで、ウリタさんって何だろうと思ってドリンクカウンター越しでこう毎日やっぱりこう見てたんですよ。で毎日5バンドとかをずっと見てて、もう退屈だなとかその中でなんかすっごい悪そうな人が入ってきたと思ったら、すごいなんかお辞儀とかなんかすごいなんかね、ギャップですかね。35度ギャップで、そう35度で、その時に見て、マーズ、新宿マーズで働いてた時に初めて、すごい綺麗なロン毛でしたよね、金髪で。
あ、すごい、なんかあの変な感じでしたね。余計なこと言ってました。初めつやっと毎回おはようございますって、こんなグリッター、まあ、まだ20代だったんで、まあ、今41になったんで今日で、はい、やばい、もう右端がすごいですね。で、やっぱりその時にやっぱ初めてですね、涙が出たんですね。ああ、そうなんですか。そんなアーティストがいたんだと思って。コロンビアでしたっけ当時。ファンハウス BG、BMG? あ、BMG? BMG ファンハウス合併したけど、99年、うん、ありがとうございます。ですよね。で、その一緒なんですよね。ああデビューはね、みたいですね、来てます。こんなに桜っていろんな桜って曲があるじゃないですか。森山直太朗の桜とか、はい、いっぱいあるんですけど、うん、私の中ではもうこれが一番の世界一の桜だと思います。わ、嬉しいです。はい、世界一嬉しいです。世界中の誰よりも。強さ、へ、桜、桜、桜。
しい曲を本当にコラボさせていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に最高なハッピーバースデーになりました。2021年の、ね、締めくくり、まあ、まだちょっと明日大晦日なんだけどいすいませんありがとうございます。本当になんか超ハッピーハッピーデイ。いやーいいな。俺来月するとなんちゃって歌う。失礼しました。本当ありがとう。ハッピーバースデーです。本当ありがとうございます。サングラスして。ありがとうございます。いやマー君のリクエストで後半行きたいと思います。ありがとうございます。好きな人と人
ホタルと焼き鳥屋の店ありがとうございます。 아
肩書きもなしで捧げた限られた時と光の中で退屈と引き換えに目に映る汽笛の余韻が鮮やかに時を刻んでキャンパスに生きているよ。今ですら褒めてくれるよ。いてたての熱いコーヒー、あなたの微笑みと、あなたの小さな背中、いつしか大きかった、優しく強かった、本当の怖さも悲しみも見せずに、ありがとうございます。